こんにちは、毎日晩ご飯です。じゃあですね、今日のメニューを発表します。今日はですね、キャベツとひき肉の炒め物がメインです。どうしようかな。ちょっと辛味噌炒めみたいな感じでしょうかな。ホイコーロー的なね、感じにしたいと思います。そして、シシトウをいっぱいいただいたので、これ揚げ浸しにします。揚げてからね、ちょっと酸っぱいね、甘じょっぱい酸っぱい汁につけます。甘酢ですね。はい。であとトマト、もうこれこのまんまいきます。あとですね、お揚げがあるのでこれは焼いて、で薬味かけてね、さっぱりいただきたいと思います。であとね、ちょっと春菊もね、そろそろ食べちゃわなきゃいけないので、生ではちょっとくたっとしちゃったから、これは茹でて、おひたしにしたいと思います。それからお味噌汁はじゃがいもと玉ねぎにします。以上です。はい、じゃあお味噌汁ですけれどもね、お味噌汁もういつものパターンなんですが、このね、じゃこ入れます。じゃこというのか何なのかね、これぐらい入れます。ひとつまみもうちょびっと入れようかな。はい。でこちらにですね、今日はじゃがいもと玉ねぎなので先に入れちゃいますね、じゃがいももね。で今日は、厚い皮だったら剥きますけれども、ちょっと新じゃがチックなじゃがいもなので、もう皮ごといっちゃいましょう。厚く切って、でじゃがいもと玉ねぎのね、味噌汁って美味しいんですけれども、結構こうお腹にたまりやすいので、他の野菜、メニューがねボリュームあるときはやらないですね。でちょっとボリューム足りないかなっていうときは、むしろね積極的にやっていきましょう。うん、大体玉ねぎもね、じゃがいももうちにあると思うので、少しねこの味噌汁で、ボリュームを出したいと思いますね。この時期ね、暑い時期にも味噌汁ね、ぜひ飲んでください。やっぱりね、塩分が奪われるんですね、汗をかくとね。なのでお味噌汁から塩分補給と、あとねやっぱり発酵食品ですから、お味噌はね、それをね1日1回は食べてあげるといいですね。できればね朝一で飲むといいんですが、まあね、うちはちょっと最近夜ですね。もう全部入れちゃって火にかけて柔らかくしていきましょう。で味噌溶いたら出来上がりですね。はい。でこのししとうなんですが、素揚げするので、これね素揚げすると爆発というかね、はぜるんですね、パチパチって飛んじゃうので、穴開けときます。空気穴ですね。包丁でも危なかった竹串でもいいんですけれどもね、数箇所、一つにつき数箇所ね穴開けときます。でそれを素揚げしまして、さっきね言ってたタレは南蛮ね、なんだっけ、チキン南蛮作った時の甘酢タレね、まだあるので、それにつけたいと思う、漬け込みたいと思います。で漬け込んどくとしばらく持ちますね。まあちょっといっぺんで食べちゃうかもしれませんけど、しばらく持ちます。他にもね、いろいろ野菜あげて一緒に漬けてもいいんですけれども、今日は特にね、ナス漬けようかな。どうしようかなっていう感じですが、まあとりあえずねこれだけにしときましょう。はい、揚げてきます。はい、じゃあここに油熱したところに入れてきます。これもちろんピーマンでもいいですしね、ししとうこの時期だけなんで、ししとうとかねピーマンとかすごい好きなんですよね。で揚げてきます。こっちのボウルにですね、これね瓶でちょっと甘酢取っといたんですけど、これ入れときますね。せっかくですか、まあ、数回使ってねいきましょう。さっきね穴開けましたけど、開けてないとバチバチバチって跳ねますので、まあ開けても跳ねるかもしれないから気をつけてくださいね。ね、ピーマンも油との相性いいですね。一緒に油で炒めたりとか揚げたりするとね、すごく美味しいですね。もっと大きな甘唐辛子
は焼いてあげるといいと思います。パン揚げてももちろん美味しいんですけどね。はい、こんな感じで揚がってます。かぼちゃでもいいですね、今思いついた、うん、かぼちゃを素揚げして揚げてもいいです。あとね、ズッキーニもいいですね。ズッキーニ揚げよう。ちょっとね、せっかく、ね、下からズッキーニ揚げて浸しとくと、またね明日にでも食べられますので、ズッキーニも揚げちゃおう。はい、じゃあね、周りぷくっと膨れてきたら、シシトウはもうね、流行っていいです。ここにつけちゃいます。なるべく油切ってね、一旦ペーパーで拭いてあげると丁寧なんですけど、ちょっと端折っております。ちょっと絞りながら、はい、ね、跳ねなかったですね、やっぱ穴開けておいたからね。はい、じゃあズッキーニいきます。ね、これもね、ズッキーニも揚げてきます。もう全部やっちゃおう。こんな感じです。ズッキーニはしっかりね、両面少し焼き色ついて、お箸がね通るようになるまで揚げます。それで甘酢につけますね。美味しいです。はい、じゃあキャベツ切ってきます。キャベツね、4分の1だと多いかな、どうかな、まあ余ってもいいから切っちゃいますかね。じゃあ芯を取って、もうザクザクです。これは3センチ幅ぐらいですかね、カットします。で、これをまたね、3センチ幅ぐらいにカットしてきます。切ってからね、洗ってあげたらいいので、ザクザクと切ってきますね。こんな感じです、ね、バラバラにしてから洗った方が中までしっかり洗えるのでね、これでいいと思います。はい、じゃあいい香りしてきたんで混ぜますね。こんな感じでね、揚げ浸し、いい香りですね。ちょっと漬け込んでおきます。あったかくてもね、冷たくしても美味しいと思います。できました。で、あとね、このお揚げなんですけれども、お揚げはですね、縦に半分、あとはちょっとね、厚めに、これくらいですかね、厚めに切って、でホイルの上に乗っけて、魚焼きのね、グリルで焼きたいと思います。もうこれ焼いてね、薬味かけるだけね、これでいただきます。はい、じゃあキャベツのね、炒め物の合わせ調味料を作っておきたいと思います。はい、じゃあ今日はね、ちょっとピリ辛にしたいので、コチュジャンを小さじ1杯ぐらいですね、ちょっとこの辺は適量、小さじ1杯。そして普通のお味噌ですね。普通のお味噌をどれくらい入れようかな。大さじ1杯ぐらいですかね。大さじ1杯。入れて。で、あとね、お砂糖を入れます。お砂糖は、やっぱり大さじ1杯ぐらいですかね。大さじ1杯入れます。
はい、でこの時点で味噌と砂糖の時点でこれね混ぜとくと、いきなりねここにあの他の液体入れてからだと結構ね混ざりにくいんですよ。なので固いもの同士を混ぜちゃいます。そうするとすぐなじみますので、これを溶かすような感じでお酒入れましょう。お酒は1杯2杯入れちゃおう、ね、であんまり味噌濃いめじゃないようにしたいので味噌は1杯、それからどうしようかな、今ね考えながらやってます。オイスターでもいいし醤油でもいいんだけど、最近よくオイスターを使っているので今日は醤油麹どっちがいいかな、ちょっと味見てみたらいいですね。うん、甘い醤油麹にしましょう。そうするとね、醤油麹だと出汁の味も入っちゃいますので、ね、お出汁の味も入っておいしいから醤油麹にします。麹にはちょっとね綺麗なスプーンでこれをね大さじ1杯ぐらい入れてね、でこれをでさっとねお肉とキャベツを炒めたところに合わせたいと思います。ちょっと濃いめのね、だしですね。合わせ調味料ですね。ちょっと食べとこう。うん、美味しいです。はい。はい、ではね、ひき肉炒めてきます。油熱したところにね、ひき肉入れます。入れてね、ちょっとバラッてさせますね。で少し火が通ってきたら、そしたらねこちらのキャベツを入れていきたいと思います。ちょっと8割ぐらい通ったらここにキャベツ入れます。たっぷり、ちょっとすぐしんなりしますから多いですけどね入れちゃいますね。でこのままちょっと火にかけておきます。これで返しますね。強火でね、いってます。最初はね、強いといいんですけど、なかなか今カセットコンロなんで火力がね、弱いんですけどね、ちょっとしばらく置きます。結構ね、水が出てきましたね。しんなりしてきました。あんまりね、水出ない方がいいんですけれども、ちょっと火力が弱いせいで仕方ないですが、しんなりしてきましたんで、ここにさっき合わせたね、お味噌を入れたいと思います。はい、
いいですね。混ぜて、でこれで味を見てだな。いいですかね。ちょっと水分飛ばしたらこれで出来上がりです。はい、じゃあ今日のご飯です。お味噌汁ですね、16穀米、そしてししとうとズッキーニ投げ浸しと、で春菊の、おひたし、厚揚げの焼き物とトマトとキャベツとひき肉の炒め物です。意外に今日は品数が増えました。まあほとんど盛っただけですけどね。お野菜たっぷりいただきます。